こんにちは、スタチクです。どうもこんばんは。コンビニ晩食のお時間でございます。はい。で、サムネとね、タイトルでどうなってるかわかんないんですけど、1000円で私がいろんなところに行ってきて、おつまみを買ってきて、それを飲みながら楽しんでいこうじゃないかという、そういう企画でございます。いやー、せんべろですね、要はね。さあ、そして本日行ってきたところ、それはこちらだ。ダガスケペン、ホットモット、ホットモット、ホットモットに行ってきました。で、なんでホットモットに行ってきたのかというと、まあ全国にあってみんなが知っててみたいなのどこかなって考えてきた時に、まあホットモットなんじゃないかということで、ホットモット行ってきたんですけど、まずね、行く前にホームページ見てメニュー確認するんですよ。これちょっとびっくりした。さあ、早速本日のラインナップ確認していきたいと思います。3ナンバー5番、止まったと思ったビールビールでございます。もうね、札幌さんです。さあ、そしてエントリーナンバー2、もうハマってしまいました。こちら私、レモンサワーにハマってしまいました。はい、以前サブチャンネルでも飲んだんですけど、今セブンイレブンが先行なのかな、まだザ・レモンクラフト、これが美味しすぎて、お酒はセブンイレブンで買ってきたので。さあ、エントリーナンバー3、ポテトサラダ。こちら後ほど値段を発表していきますが、ポテトサラダでございます。エントリーナンバー4、もやしナムル、もやしナムル。そしてエントリーナンバー5、きんぴらごぼう。いやな、きんぴらごぼう、きんぴらごぼうです。もうね、量がちょうどいい、全部。そしてエントリーナンバー6、6はもう一緒にされている、つまり6&7、エビフライ&メンチカツ。大きさがちょうどいい揚げ物、久しぶりの揚げ物でございます。そして本日のメイン、エントリーナンバー8、できん南蛮なかなかの大物が登場したでしょ、みんな。チキン南蛮ちゃんの登場でござる。最高だよ。メンチカツこれね、70円で、エビフライ100円、きんぴらごぼうが84円、税込みだと90円、もやしナムルが50円、これ50円だよ。で、ポテトサラダが70円、これ70円って結構ずっしりしてます。70円、まあこのチキン南蛮ちゃんが400円なので、まあトータル合計780円、安くない？はい、というわけでいただきます。で、本日はチンするの特にありませんので、買ってきたばっかなので、もう早速いきたいと思います。いい音だね。というわけで皆さん、乾杯。あー、うめえ。今日は暑かったんだよ。わわわわ、いただきます。まずはもうメンチカツが大好きなのさ、メンチカツさ。あ、ぎっちりだ、うめ。もうこれ二口だよ。まあ味はいわゆるメンチカツ、大きさがちょうどいい。さあ、じゃあきんぴらごぼう、これまた量がちょうどよくない？あの、一人暮らしとかだとさ、100円分、200円分、300円分ものさ、きんぴらごぼうなんていらないんですよ。この70円、90円、80円で全然いいんで、これでいいんですよ。ポテトサラダ。うん、うん、うん。お芋がゴロッと、こうしてる感じで。これあれかもですね。お好みで自分でブラックペッパーかけると、さらに美味しいかもわかんないですね。だってこれ70円だよ。そういうことまた言うけどさ、一人暮らししててさ、ポテトサラダ作ろうってなったらさ、芋ね、潰してね、何人前もできちゃうじゃないですか。いいっすよ、今日ちょっとだけ食いてえな。だからこれでいいんだって。俺ね、チキン南蛮好きなのよ。鳥貴族行っても、焼き鳥頼むじゃん、鳥貴族行っても、まあ、ピーマンの肉詰めとか頼むじゃん。の中で焼き鳥、串以外で頼むもの何かって聞かれた時に、俺チキン南蛮なんだよね。
ドゥレ、わかる？この真ん中行っちゃうから。ドゥルン、たっぷりの。ほら、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 ほら。もうタルタルこといきますよ。いただきます。あ、タルタルの酸味と。いいね、この油。衣の油が。で、酒飲みにとって嬉しいのは、ここね。まあ、ポテトサラダ頼んだってのもあるんだけど、ここのお漬物とか、この辺も嬉しいし、あと何だったらこの下に見えるかな、スパゲッティ敷いたんだけど、これなんか油を吸い取るためだみたいないろいろ言われてるじゃないですか。これも普通に酒飲みとしては嬉しい。普通に食べるから。うめえ。あ、これ400円なんだ。2本目もここにあります。こっちちょっと味濃いめの方です。うん、美味しい美味しい。さあ、私大好きもやしナムル、うい、大好きなんだよ。いただきます。この味付けって何なんだろうな。俺が作るもやしナムルはニンニクと鶏ガラスープゴリゴリのさ味なんだけどさ、これやっぱ豆板醤かな、豆板醤の味なのかな。うん、たまにラーメン屋さんでこう壺に入ったもやしナムル食べ放題のお店あるじゃないですか。食べ放題っていうか、もうご自由に食べてくださいみたいな。もうそこのラーメン屋さんはもうラーメンの味うんぬん関係なく、あたり俺の中でもう、はい、次から来ますっていう感じになりますね。最高ですね、そういうラーメン屋さんは。皆さんはそれこそ彼女がいる、まあこれ男性に向けて話してますけど、彼女がいる方々も、今奥さんになられてる方々でもいいですけど、奥様、一発目に食った手料理なんすか。女性だったら一発目に作った手料理なんすか。最初彼女家って一番最初に出てきた時に、一番最初にご飯ちょっと作るから待っててっつって出てきて、一番最初出てきて嬉しいのは何だろうって考えたの。この子できるっつうか、この子やってくれるわ、末永くお付き合いしていきたいかもしれないって思う女の子の手料理第1位何だろうって考えたんだけど、今のところ暫定1位、出た結論としての1位はタンドリーチキンだった。うまっ。エビフライうまい。みんな何、みんなコメント書いて何。あ、自分は大学生って設定、自分は大学生男子って設定で、初めて彼女に家だか自分の家に呼んで彼女がご飯作ってくれます。で、ちょっと座っててみたいな、今作っちゃうねみたいな、ちゃちゃっと作っちゃうねみたいな、こうスーパーのビニール袋ガサガサってさ下げてさ、あ、材料買ってきたからみたいな、座っててみたいな、軽くもやしナムルとかこうポンって出てくるわけで、ちょっとこれでもつまんでてみたいな、まあ結婚するけど、そんなこうもやしナムルが出てきたらね、はい、じゃあできましたーっつって、はい、メインですーってポンって出てきて、で、あ、こいつ分かってるわ、この女の子の料理好きだわは、俺らがタンドリーチキンなの。みんな何だから、でもがっつり食べたいのは分かるよ、がっつり食べたいのはとんかつとかじゃん、それは分かるんだよ、それは分かるんだけど、でもそれはさ、その初めての彼女が初めて彼氏に振る舞う料理として、あ、いや、とんかつ、いや、いいんだけど、みたいなさ、その、ちょっとかけるおしゃれ感みたいな。タンドリーチキンはさ、あるじゃん。ちょっとのおしゃれ感あるじゃん。作ってきたか、みたいな。なんなのかな、トマトパスタとかなのかな。でも大学生男子だよ、トマトパスタ。それこそエビフライなのかな。天ぷらとそばではないでしょう。サバの塩焼きも違うでしょ、好きだけどね、うまいし、やっぱちょっと洋風でちょっとこじゃれてて、で、美味しくて、で、男子も満足できて、こうガツンと感あってご飯にもあってみたいな。まあ、単純に時期洋風かって言われるとインドとかそっちの方の料理でしょ。キッシュとか出されちゃうとさ、何キッシュって何ですかみたいになっちゃうわけですよ、大学生の男子は。朝ごはん編でいくと、こいつ、この子、育ちっていうか、俺と違う世界を見せてくれるかも、違うところで育ってきた子かも、ち
と仲良く末永くお付き合いしていきたいなの朝ごはん編1、俺の中のね今発表するよ、はスコーン。スコーンが出てきたら大学生の時の俺ね、スコーンってなる。スコーンってなんでかみたいな。今だったら今ねもう35歳の俺はもう15歳年取ってるから、当時の俺からするとスタバってスコーンとかあんの知ってるよ、食ったことねえけど。スコーンってものがあるってことは知ってるけど、15年前20歳の俺はスコーンなんて知らないから、朝ごはんでその彼女の家に一晩泊まって、ちょっと朝ごはんできたよっつって呼ばれてスコーン出てきたら、スコーンってなる。スコーンってなんでかってなる。こいつすげえってなる。みんな何が出てきたらビビる。朝ごはん編1はスコーンです。わかる、このちょうどいい感じだよ。なんだろうな。で、夜ごはんはタンドリーチキン。ごちそうさまでした。いや、うまいわ。ホットモットのお惣菜&おかず。もっとね、チキンナゲットとかね、フライドポテトとかもあるんだけど、いや、大満足だわ。チキンナンバー見つけた瞬間に、あ、今日ホットモットにしようって決めたもん。というわけでご視聴いただきありがとうございます。まあ、この動画はね、10分から15分ぐらい編集されてると思いますので、フルジャックはサブチャンネルに公開されてますから、長いの見たいよって方はそちらをフルバージョンご視聴ください。というわけでご視聴いただきありがとうございました。さよなら。